そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そう閣下するな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。随分物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。I don't know how crazy this guy is. 3 health bars. It's a tall dude. Oh. Oh, he uses redirection. Nice.Another one. Got him too. Oh shit. Oh, come on, girl. Fuck. Okay.Damn, he just redirects everything. Oh, there we go. Doya, manzu ka? お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほな。
ならさっさと言え。誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ。今、空の一坪を誰が手に入れるかで、登場会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと？誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。 Oh shit. No. この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。は？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。
行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。道島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が道島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって道島組に対抗しうる唯一の手段だった。Chapter 13 Crime and Punishment。 こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。This is 8 hours before. Oh, Kiryu was here. どうも落ち着かねえな。前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた、蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は。俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。
電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東上会の人間だ。日教連って組織のな。日教連聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。To the video shop. Let's see, how are we doing? Abilities. Get a max boost on that.Ooh, quick step. Sweet. The rest are like 30,000 and up. You.Never gets old. Trying to find something else I can interact with, but...Oh, there we go. Looks like we need to get some healing items. It's drugstore, no. We need to visit that. Let's see. 11. Excuse me.Exchange some CP. C20. Quick collection 2. Disposable income. Ah, so that's how you unlock that. Hmm.I have to do that. Let's do the quick collection stuff first. Alright. Got the points we needed in. Excuse me.
いらっしゃいませ。Get some of these. ありがとうございます。Let's get to our goal. I think I know which video place you're talking about. Actually, oh no, never mind. Guess this is a different video place. It's one of these video places.いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちは A もん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃ、あんたが桐生さん。ええ。ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。うん？特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに二年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の二世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで
中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で、立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Alright, guess we got some free time to do whatever. Kinda wondering if Kiryu can check out. Oh. Oh, you probably can't. Yeah, there's sunshine. Guess.No real reason to go in there. Come on. But it's the best hostess club. To explore. Oops, sorry. I'm trying to explore here. Get off my ass. There we go.What can Kiryu do? Videos.
I guess I can check out that police scene. See if that starts anything. Got a little bit of information. What's this place? Just go. So let's see what we can sell. いらっしゃいませ。What's the charity thing? Oh, it's the charity thing that Twitch is doing right now. They did it last year. Like every 100 bits, they'll donate 20 bits to charity, or 20 cents. Like 20 cents on a dollar when it comes to like supporting your favorite channels, 20 cents will go to that, you know, said charity. Something that I think it's like linked to Blizzard too. Blizzard's also kind of helping out. Let's sell some items. Let's see. Item box, got some gold champagne. Big. Oh, yeah. Sell the fish. Ruby. Platinum. Swatch. Oh, that's it. Arigatou gozaimashita. Do do do. QQ. We made a little bit more money. So we'll keep exploring. Yeah. Kind of wondering if Kiryu can go. Oh, you can go down here. Oh, there's a boat right there. Oh. That's new. Ah, you can do the Underground Coliseum stuff. Aisuru! I guess I'll just keep going around. Maybe visit the Grand. Oh, you did it again! Little bitch! What the fuck? Bitch is about to get it! They stabbed me 3 times. There we go.
Oh yeah, now you can go in here. Looks like the big guy's not in. Keep her mouth shut. Oh no. Hi. So you can't do the whole weapon order stuff. You can only buy, sell, and all that. Do you want to stand to buy? Lumber, get an iron pipe. Dagger, butterfly, stun gun. That. I don't really care for the swords, to be honest. Hammer. Holes. Not that one. Guns. Anything to repair. Oh. Astro Ball. All right. ありがとうございました. I am Goodzo. Time to keep exploring, see if we can continue this. Excuse me. Time to get some food. Hurtin'.
Ah, it's time to go. Go to the video shop. Miyajiya-san. Let's see if I can grab a quick little bite. Okay, what can I order? Deep fried fugu. And we'll have that. Should be able to spend some points. There we go. Azure. Looks like I'm gonna have to help someone. Money back. Toughness light. Here we go! 和田さんやったら、さっきの奥の部屋におるで。そうか。わかった。あ、ちょう待ち。今から大事な交渉事なんやろ。あんた、もう準備はええんか？準備？せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近街で起きてる極道絡みの事件と関係あるんでちゃうか。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。それはそうかもしれないな。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしときや。Yeah, I'm ready. 大丈夫だ。準備はできてる。そうか。ほな入り。And I think after this, if he needs more investing, I'll do it.ああ、それから電話があったんだな。
そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天やってる予定でやることになった。椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたこと世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。わかってる。また後でな。Or if he has to like do the same fight, pretty much. Maybe not. Maybe getting out.立花不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も
殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい、早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした。いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。Oh shit。渋沢。気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。Shit, they shot the driver. マジかよ。キル、これすぐ。キル、お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。Oh, this is gonna be different.Kiryu never kills. Maybe I have to disable the cars. Oh. Shoot with. Okay, that's the best weapon. Yeah. Heat Eye. Oh.Oh, this is so weird. It's like a.It's like one of those, It's like one of those, Oh. Ow.
This is so weird. I haven't played a game like this in forever. Yeah, this is interesting. I gotta shoot rockets out of this guy. For a man that has never handled a gun, I'm surprised he could shoot that out of the sky. As far as anyone could shoot an RPG out of the sky, it seems ridiculous. So ridiculous. Need to reload. Got him. Play too much Resident Evil 5 and 6. しばらくここに隠れる。ちくしょうめ、渋沢どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ。彼女が不安がる。